弟が Facebook で日本に留学しているドイツ人と仲良くなった。最初はネットだけの付き合いだったけど、くしくも隣の市に住んでいることが発覚し、リアルでもよく会うようになった頃、昔から書道を習っている姉の私の話をしたら、日本文化に興味があるので書道を見たいと言ってきたらしい。で、実際に書道をすることになり会ったのだが、でかいし、ごついし、いかついし、怒ってるような雰囲気で威圧感バリバリ、ちょっとビビりつつもとりあえず分かってもらえる単語をと思ってパッとひらめいた。ブルスとドイツ語でソーセージと書いたらものすごく爆笑された。日本語勉強中とはいえ片言ならそこそこ話せるし、文字も簡単なものなら読み書きできるとのことなので、日本らしい単語を書けばよかったんだけど、ドイツ人ということを変に意識してしまったのと、彼の威圧感でプチメダパニになり、そんな単語のチョイスに。そのドイツ人は見た目こそ怖そうだが、とても優しく真面目な人で、今一生懸命書道を勉強中。この前、ドイツって漢字で書くとドイツなんだよと教えたらかっこいいって喜んでた。本当に日本文化が好きみたいで、今度友達のカナダ人と茶道の体験入学をするとはしゃいでる。聞いた話になるんだけどさ、ゴルフ練習してる時に隣のおっさんに話しかけられ教わったりしてたのね。練習場の隣が小学校で運動会の練習してた。そしたらおっさんが、俺仕事で米国人と絡むこと多かったんだけどよ、日本は幼少から軍人教育されてる、こんな国は日本しかないと言われたらしい。どうやら前へ習えとか行進とか整列とかを教える国はあんまないそうだ。大体は軍隊に入ってから教育受けるそうだ。そういう教育をしてるから日本は発展し続けると言ってたらしい。おっさんの話だと日本に感銘受け、日本好き外国人は多いよ、俺らは普通のことなんだけどなと言ってた。